こんにちは、キューブです。キューブのサイズをかける5にしてスタート。そうするとですね、キューブの数が高々125個。これはゴールできるのではと思いました。前回同様、一番下をまず目指してみよう。で、なんかもうこれで下じゃんけ、最下層じゃんけってなったら、もう順番に上をどんどん、上の階層というふうに進んでみよう。11。幸先がいいね。で、基本的な探索ルールは前回と同じとしましょう。まずは下の部屋を見る。で、それがダメだったら、この左側を見てみる。あとは時計回りに回ってみて、数字が小せえな。つまり座標に関係あるんですかっていうなんか嫌な推測ができてしまうんだけど。関係あるんだろうな。012が、1個上がもしかして022の部屋だった可能性あるのかな。これが011になってるってことは、これ X 座標方向にマイナス1してる部屋という考え方ができる？なんか、そこまで、そこまで考えてんのかな？ていうか、だとしたら、この今12の部屋じゃないですか。11も13も素数ってことは、11も13も素数ってことは、なんかプラマイ1した部屋ってどこも行けないはずなんだけど、でも上からはいけた。なんで俺上から下に降りれたんだろう。ダメでしょ。横方向にはどこにも行けないよ。で、下もさっき見たんだっけ。下は、これ全部12の部屋から、Z 方向に11下がったから11。合ってる気がする。じゃあ、俺上から降りてきたよね。っていうか、5×5 でなんでいきなり12とかっていう数字が出てくるんだろう。この上側の数字が見たいから俺のいる向きが逆だったわ。こっちからこっちを見る。上の座標013でしょ。死ぬぞ。あれ？死ぬぞ？死ぬよ？ 13。うん。いや、うん。え、うん。いや、知ってる。本当は一本も動くことができないはずだったはずなんだよな。ちょっともう一回ね。そうなの？これ。数字を小さくしたからといって、かえって、素数がたくさん出現するから死ぬのか？まず今の部屋の座標を確認したいよね。僕の部屋。12。動けんて。どこにも動けんて。これはゲームになってないじゃないですか、それだったら。部屋が移動するのを待つのか。下は11でしょ、上は13でしょ。
これダメじゃんね。ん？スピーカー、あ、違うわ。上行って死ぬよねっていう確認してこよう。まあ上でも横でもいい、横でもいいよ。素数の上に死ぬよねっていうことを確認してこようかな。死ぬ部屋のはずです。なんかトゲでもねえのが嫌だな。ダメだ。キューブサイズ5はよりダメじゃん。あ、あ、そういうバーだったんだ。あ、そういうバーだったんだ。5、6、7。そんなこと言われてもな。最小でやりたいんだよね、俺は最小でやりたいの。もうちょっと違うキューブムーブメント。あー、やっぱりキューブ動くんじゃん。あ、だこれが有効だったから、さっきのも同じ部屋で待ってればクリアできるっていう原作標準じゃないの。俺の部屋が12であるかどうか、まず。準備でしょ。じゃあこの部屋で待つよ。5分間くらい待つんか。この部屋でなんか物音がするまで待ってればいいのかな。で、物音がすると座標が入れ替わるんだけど、入れ替わるルールはわかんないんだよな。じゃあ今のうちにキューブのウィキでも調べとこうか。キューブのルール。ウィキペディアに載ってんのかな？キューブの内部構造。あ、載ってるね。内部構造はトラップの説明じゃん。部屋番号の謎。素数。あ、素数説って崩壊してるんだ。じゃ、素数じゃないじゃん。素数のべき乗もトラップナンバーであるとする。あ、そうなの？知らなかった。もしかして前回それで死んだのかもしれない。各数字の因数の個数がトラップの有無を決定づけている。因数を一つしか持たない数はトラップナンバーとなる。うん。じゃあそこは分かった。ってことは、俺素数一覧を見てても実は死ぬことあるってことなんだ。まあ、素数かけ素数の 9×9 みたいな。あ、9は素数じゃねえよ。 7×7 みたいなことでしょ。49も死にますってことでしょ。まあそれはそれとして、部屋番号、順列組み合わせ移動説。デカルト座標仮説はあくまで初期値を示す。部屋の XYZ は初期値で、あ、なるほど。それぞれの数字を足したのが今の位置なんだ。あ、だから今12だから、1たす2だから、333なんだね。だから、ど真ん中にはいるはずなんだ。今僕がいるのはど真ん中。333の部屋。これが初期位置ね。で、そっから部屋がどうやって移動するかっていうと、各部屋が数字に従って移動している。部屋の移動は部屋番号の各桁の数字を順列に従って引き算すればいい。
それによって27番目の部屋の部屋が出てくるはず。引き算？ここが俺理解できないんだわ。一つのキューブは三箇所座標を持つわけで、その三箇所をここ、ここ、ここっていう順番で移動するんだけど、っていうことを言ってるんだろうけど、そこ、移動してる移動してる。今ガクガクした。これでなんか、動いたはずだよ。まあ、座標がどこに移動するかは、あれ？死ぬわ。あれ、グラグラしたと思ったのは気のせいだった。俺がマウスカーソルを合わせたからなのか。なんかでもなんかなってた気がしたんだけど、確か5分おきみたいな感じで動いてたと思うんだよね。動いてる。何かが変わってるはず。ダメだわ。あ、落ちた。生きてんだ。ちょっと待ってくれ。なんで生きてるんだ。俺11の部屋だよね。11の部屋なのに生きてる。なんかルールが俺の知ってるルールではない。ここは多分大丈夫。11がセーフな理由。11がセーフな理由よ。じゃあこの部屋も大丈夫なの？死んだわ。11が大丈夫だとしましょう。と、横移動した時の11の部屋にも行けるはずなんよ。え、ごめん。嘘。今死んだもんね。今俺死んだもんね。11の部屋入って。下に落ちるのだけセーフな。
座標が11。セーフ。Z 座標が11ならばセーフ。他が11とか、まあ、どっちにせよ横にはいけないのかな。下にはガンガン降りていいの？次10だし。ガンガン降りるというほどないはずなんだよな。もう一つ下降りたら、あ、やべ、プレート見れない。もう一つ下に降りたら、まあ、プレートを見なくても、12、12、10なんだけど。ここが一番下の部屋のはず。これより下はないよ。ここが最下層。うーじょー、ほーほー、地獄だ。なるほど、一番下に陸地があるなどという浅はかな考えは捨てろ。これが最下層ですと。わかったよ。それはわかった。だけど、横移動が一切できないのが辛いんじゃ。これさ、あれ？え？隣がない？隣がない？あれ？もう部屋の移動開始してんのかな？怖っ。あ、移動してる、移動してる、移動してる。あ、この部屋が移動してるんだ。今、俺がいる部屋が移動してる。かあ、怖っ。そういうことね。肝が冷えるぜ。で、繋がっちゃったんだ、どっかと。Z 無視するんだとしたら、隣の部屋行ってもいいよ。違うんだよなぁ。なんかルールを、ルールを何度かしたいぜ。でも今の移動おもろいな。ど真ん中の部屋にいても多分ゴールはできないのよ。だから、もう移動が始めてる。何らかの方法で、その壁沿いの部屋に行って、かつ、どこかで通路になる、足して6になる部屋の座標がどっかに存在するはず。多分14、想像だけど、014っていう座標、014じゃねえよ。015っていう座標が出てきたら、なんかそこはゴールの部屋なんですよ。だから、なんか014まではなんか行きた方がいいなと思うんだけど、11と13のトラップの意味がわかんないんだよ。なんで生きてるのかがたまにわかんなくなる。これ死ぬはずの部屋。13。素数の劇場もトラップナンバーであるとする。因数を一つしか持たない数はトラップナンバーとなる。うん、
さっきのでも自分が乗ってた部屋が移動してたから、そこで乗ってた部屋が移動するのを3回分経験すれば、なんかいい感じのところに連れてってくれる時が来るんじゃないの？あ、下の部屋がもうねえ。もうねえ。もうないんです。移動し始めちゃったから。本当はこの下に010があったはずなんだけど、ない。その部屋に僕は最初乗ってたんだね、さっき。で、この順列組み合わせ移動という、どっかの座標、次の座標に僕は移動したんだ。危ない危ない、なんか揺れてるよ。あ、揺れてるよ。この部屋？この部屋か。この部屋か隣の部屋、なんか、隣接する部屋が移動した臭いのか？今の揺れ方。でも隣赤いな。揺れてる揺れてる。下が来た？下来たら飛び込んでみる？あるー。ちなみに何？銃だ。あ、銃帰ってきた。いける。で、ここが、この部屋が、移動するんよね。多分。そのうち。で、移動を始めたら、4方向を開けてみて、4方向を開けてみてどうする？ 11 と13がない部屋になったら即突入。なんだけど、10から始まって14までしか多分数字がないのよ。で、そのうち11と13っていう2つが潰されるから、あ、来た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 。繋がった。あ、いいね。14。いい部屋来た。14の部屋は、壁際だから、こっから座標15の部屋が見つかれば脱出できる。違う。こっちが13ってことはこっちに15は来るんじゃないの？あぶねえ。11、あ、でももう移動し始めてるから分かんないのか。11、14というつながりはもうおかしいもんな。いや、でもこの部屋でちょっと待つか。この部屋で待ってみて、この部屋でつながるんだったら、この X 座標で15っていうのにつながるかどうかを、とりあえず待つことはいいじゃん。隣行ってもいいけどね。行ってもいいけど、とりあえずこの部屋で待ってみたいじゃん。で、Z 座標のトラップが発動しないんだと仮定すれば、この部屋から上と下に行くのも別に構わんから。上に行った方がよくね？ X 座標も Y 座標も14の部屋に行ってる方が強くない？あ、Z 座標か。Z 座標も14の部屋に近づいてる方が、ゴールには近づくんじゃないの？14、なんとか14。っていうところまで行けると、ぐっとゴールが近いんじゃない？ 12？ やべ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 。
上の部屋が移動してくれるのを待つ。移動シーンかっこいいから見たいんだよな。俺の体引き裂かれないか？大丈夫か？今、近場の部屋が多分移動してる。左側が変わったんじゃない？こっちの部屋変わったような音しなかった？13、違うな。入れない。血なしだ。うん、ボイド。この部屋の移動ではなさそう。ちょっと上で待機してみようか。来たか。来てる、来てる、来てる、来てる。来てる、来てる、来てる。移動したと思う。上チェック。開けておきたかった。どっかに繋がったか。12、11、11か。ちょっと。お。すげえ揺れてるけど。移動は？この部屋ではない。でもなんか近場が移動してるのよ。近場が移動してるはずなんだよ。12、12、10。行ってもいいけどなぁ。12、12、10。この辺ってなんだっけ？ 14。この部屋ではないよね、動いてるのは。いや、移動のペースが早いから、一回で6方向全部を見切れないのよ。わわ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 。隣の部屋が移動してたんか、今。おもろい。おもろい。これ14、10、10ね。オーヤンフィーフィーね。まあ、ここに15は来ないんだとしたら、ちょっと移動はしないといけないんだけど、ここずっと同じだな。ダメだ。本当は上も見た方がいいんだけど、上行くのが結構。下はないか。14、10、10だからこれ以上下ないもん。上見るか。てか上行くか。14はキープして、X 座標、違う、最後の Z 座標が素数になってもいいんだから、Z 方向でもなんか進展があるんだったら別に移動してもいいよ。読めない。読めない。11。読めない。読めない。めちゃくちゃ動いてる。
マジで読めない。こんなに移動する？やべえ、俺潰されるんじゃないこれ。俺アメリカンコップになる。あ、違う、隣に行った、隣に行った。めちゃかっこいい。俺どうなってんの今。僕どうなってんの。なんか移動できない。どうなってんの今。どう、このキューブの下側に俺ぶら下がり続けてたんだ今。すごいね。お、この辺上がっていいの。ダメ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 、落ちた。なんかちょっとバグっぽい挙動をしたけど、めっちゃ面白かったな。でもまあこんな感じなんでしょう。クリアまで行きたいな、クリアまで行きたいな。意味分かってきたからクリアまで行きて、まず Z が10のところまでダッシュ。これは初期位置だからここまでダッシュしていい。で、この部屋が移動を始めるまで待つ。この部屋が移動を始めるとどこかで14とつながる。さっきなんだっけ、オーヤンフィーフィーだから、X が14になる場所とつながるはずなんよ。それを待つ。なんか移動したっけ？一回移動した可能性あるな。と、これが13だから、X 方向で変わるんだとしたら、こっちかこっちだと思いたい。あれ？ 12、12、10。あ、いいよ。この部屋が待つ、動くのを待つので、まあ、このまま待機。この部屋がガクガクし始めたら、周囲をチェック。いやー、さっきのキューブ自体が移動するのめちゃくちゃ面白いよね。あんな場面さ、ゲームでちゃんと実装してるんだね。だ、一番キューブゲーなんですよ、このゲームは。一番リスペクトがある。座標までちゃんとしてるのって他になかったからな。座標説があって、順列組み合わせ移動説の説明をしてるサイトとかが昔あったんだけど、今あんのかどうかわかんない。書いてあるな。ABCDEFGHI という9桁としたときに 2A+C2D+F2C+I に移動する。ほう？今回は全部一桁目というか3桁目が0だからプラマイ C しか動かない。
の数字から参加者の座標がそれぞれ分かるサイトが見つかった。なんで今12、12、10だから、この今俺のいる部屋がどこに移動するかっていうと、頭でやるのめんどくさいな。今俺のいる部屋は今、331なんだけど、111に行くし、22、220?座標0に行くよ、この部屋。Z が0のところに一回行っちゃうな。それがさっきのチューブラリになってた時の、下がなかった部屋？先はね、111と220と331だわ。331に行った時が4に移動できるチャンスなのね。あ、ごめん。合ってる。あとは331って一番最初じゃん。初期位置じゃん。初期位置からは移動できんけな。なんか下じゃなくて上に移動した方がいいのかなっていうか、なんか全然揺れなくなったんだけど。さっきみたいなのが全然なくなってた。一番上行こうか。なんか一番下の部屋に来て、ちょっといい展開になってたけど、一番上の部屋で待ってても、あんま変わんないのでは。一番上の部屋は、12、12、14でしょ ?12、12、14だと、行く先は111111にいろんなキューブが行きたがるね。今上行って大丈夫。今これ初期位置だ。上行ってもいいよ。さらに上行ってもいいよ。狂ってなければ言っていいよ。言っていいね。言っていいよ。これでスタート位置に戻っちゃう。ちなみにスタート位置012はどの座標に行くかっていうと、111と222と333に行く。で、初期位置が333。はい。で、4に近づくか、0に近づくかが、ゴールへの道だと思われるので端っこに向かいたい。できるだけダイナミックな動きをする。見えないな。まあ Z 座標の素数が無視しちゃダメだ。超音波。あ、違う。一瞬で焼却する方のやつだ。溶けたっぽい音してるね。
13はダメなんだ。あれ？これルールわかる人、ルールわかる人おる？俺が頭悪いんか。11を完全無視するっていう仮説が外れたし、13は Z 座標であっても死ぬってことが分かっちゃって、これ11だけど、死ぬよね。電気。11はダメ、13はダメ。一番下に行くしか。一番下に行くか。この部屋で待ってて周りが変わると待つかなんだけど、一番下に行くのか。結局それ。ちなみにこの部屋は12、12、11でしょ。111に行くか、221に行くか、332の今の場所に行くかだよね。それはあんまり嬉しくないんだよな。で、この部屋が、2回目の移動？今の位置は12、12、10だから331なんですよね。まあ、ど真ん中の一番下。なんだけど、次の移動では、1、あ、違う違う。次の移動では、220。220っていうところに行くのよ。最下層の一個隣の XY が一個ずつ斜めに一歩移動したところの最下層に移動する。そっから上を見ると12、12、11だから、Z 座標11安全説を唱えるんであれば、その部屋は入っても良い。でもその部屋に入ると、隣が13と11で囲まれちゃってるから、どうせまた動けないんだよ。ね。その部屋にも居続けてると次どこに移動するのかっていうと、みたいなことを、そんなことを考えますか？そんなこと考えるかな。そもそもな、そもそも溶けるように作ってるんかな。これはまだ初期位置でしょう。まだ、第一の移動がまだ発生しないから。今、待ち時間なんです。一回目の移動では、違う、1回目の移動は220に行くんですね。で、次の移動では111に行くので、111に行くのか。111に行く。111に行く。と、そこから移動できる場所には、隣に移動するんだったら2だもんね。ってことは11の部屋だから入っちゃいけないはずなんよ。座標11の部屋には入っちゃいけないから、隣に移動することはできない。111の部屋に行っちゃったら次に移動できる方向としては上しかないのか。もう上の部屋が移動していないという仮定をして、ね、これ部屋の移動ってどういう順番で発生するんですかね。それぞれの部屋が、もう46分経ってんの？
サクッとクリアできると思ったら全然ゲーム性違うんだよな。 5×5 の部屋スプレッドシートを開いてそれぞれの部屋の移動先を計算するみたいなことをこの間にやろうと思えばやれるんだけど、ああ原作だと出口の座標はオール9なんだって。そうなの？じゃあ15、15、15がこの今回のキューブの答えだね。15、15、15って立ってる部屋が1個だけ存在して、15、15、15？どうやってアクセスするの？そんなところに。5×5 のスペースから一部屋分飛び越えないとそんなところには行けないな。移動が起こらない。なんでさっきあんなダイナミックに移動できてたんだろう。なんか部屋をいくつも見つけないと進まないのかな。歩かないといけない。わからん。発生条件がわかんない。部屋の移動が。お、おもろ。へえ、たまには役に立つやん。だ、靴紐で回収できるようにしてほしかったね。移動した？よしよしよし、でも移動が始まってる。どこかわかんないけど移動し始めてるのはいいこと。ずっと待ってるんだから。でもね、この移動の法則でいくと 5×5 のものってなんかほとんどすべてのキューブが111っていう座標に来たがるんだよね。111で常に張り続けていればいいんじゃない。111と隣接するキューブでずっと張り続ければいいんじゃないのか。ということはつまり111はつまり10、10、10なんですよ。10、10、10の部屋をずっと監視できるところっていうのは、X か Y が11の部屋だから実現不可能だ無理じゃん。無理ぞ。外でも眺めるか。
本当になんもない。近くにキューブがあるわけでもない。ああ、ずっと移動を待っている。青い部屋ばっかだね。青い部屋ばっかだね。外れの部屋が全部青い。これ部屋の色も座標によって決まってる説ある？一個上の部屋でも見てみようぜ。あ、移動してる？してない。上の部屋、うん、初期位置、初期位置。そうなの？まあ青いな。死ぬ部屋なんだろうけど。え、俺今入った扱いっす入った扱いしたの？マジか。覗いてないよ。靴でも投げようかなって思ってたのに今。あー、どうします？なんか動きが正直なくて、展開がないから終わりますかっていう感じになっちゃった。ちょっと寂しい終わり方だもんな、それ。もうさっき言うと色ちゃうよな。さっきここオレンジ色やったけど、赤色の部屋になっとる。ま、終わろうか。解けなかった。5×5 でも解けなかった。靴落ちて。靴落ちたけど、反応なし。あ、お、移動してる。移動してくれ。いいね。ではなかった。反応なし。この部屋の下がつながった時あったっけ？なんかそこがテンション上がったな。動いとるって感じで。移動始まったのか。もしかしてこっちの部屋で今移動したから扉が閉じたのか。おお、移動しとる。ハッピー。このままここ
監視してればこの部屋が動くとかどうかがわかるやん。ここから見てよか。隣の部屋が今抜けてんのね。まあ12の11か13かどっちかが抜けた。おで来てくれたのが、来てくれたのがでもどうせ死ぬ部屋だな。どうせ死ぬ部屋来ちゃった。てか戻ってきちゃった。これ隣の部屋が戻ってきちゃった。てかこれこの場所にいれば安全だとすると、あのカッター以外でこうやって移動すれば俺この部屋でも生きていられるんだわ。こうやって移動して次右側に安全な部屋が来たら飛び込むっていう、そういうのありかな。まだこの部屋の移動がちゃんと動いてくれれば。部屋の移動が動くのがランダムすぎる。ランダムすぎるというか、なんかマジで部屋が移動するの待ってるからな。入りてー、この部屋。まあ、いっか。戻ろう。これ開けてると、開けてると部屋移動しない。っていうか、間に俺がいると多分動いてくれないんだろうな。なんか今。なんか今、特訓みたいな感じになったんだけど。この部屋が移動してるのかな？緑のが近づいたんじゃなくて。この部屋が移動してたら、でも下はないか。下はないよな。あ、だ、この、今俺がいるところが111なのか、もしかして、座標的に。ん？もうわかんなくなっちゃった。上見てみよう。あ、上はいけるか？いけないわ。上って多分、11、11、11みたいな、即死の部屋じゃないの？12、12、11。あれ？戻ってんな。これだ、安全な部屋だけど。初期位置になっちゃってんね。初期位置面白くない。初期位置おもんない。初期位置おもんない。ぶら下がって待ってよ。移動するの待ってよ。音がする。あ、なんか動いてるね。なんか動いてるね、あっちで。ゲームとしては進行はしてるよ。ただこの部屋に対する干渉が全然来ないから待ちくたびれてるんだよね。
がこんな緑色ばっかりになってる。さっき青色やったのに。開いてる。まあ、下はない。どっか動けへんかな。動いた動いた。この部屋か。いや、隣の部屋っぽい動き方してる。いや、この部屋か。まだ動いてる、まだ動いてる、まだ動いてる。チャンス。これはチャンスです。どこでもいい。行けるとこがあったら飛び込む。それをしないと次に繋がらない。何にもな、あーらら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 。隣が隣に行っちゃった。隣が隣に行っちゃった。ありがとうございます。変化なし。こっち側になんか来てほしいけどな。知らん、知らん箱、知らん箱来い。まだ来ない。まあ、でも開けて見てる分には面白いけど、他に行けるところが出たかを探すのも大事。14来てるなぁ。でも13かぁ。いけねえんだよ。確かに面白いんだが、いけないんだ、その部屋は。まあ、あと上見とくかぐらいですけど。11、いけないんだわ。まだ来ない。下も来ないし、上見る？お、隣になんか来てるね。隣の隣が来たのかな？下は多分ない。上見るか。あ、落ちた。
上に戻るだけでした。もうない。生きてえなあ。ここで待つ。あ、これダメなんだっけ。俺がここにいると部屋移動してくれないんだったっけ、っていうことを言ってた気がするな。本当かどうかわかんないけど。ここは繋がるのを待つんですか。ここにいて来てくれるんだったら左の部屋チャレンジやってもいいんだけど。おおおおおお、いやー、11の10の10戻っ、11の10の 11? 見たことない部屋ではあるだけど、まあ確実に死ぬんよ。確実に死ぬんだが、俺この部屋にこっち側に来てもいいか。はい、生きてる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 。部屋に降りたら死ぬ。おお、おお、もうどうなってるのかわかんない。めっちゃ移動してる、めっちゃ移動してる、めっちゃ移動してる。おもろ、ついた。12の12の10。12の12の10って、さっきの部屋。さっきの部屋だか?真下の部屋やん。おもんない。面白かったのにおもんない。でもここにいて大丈夫っていう、そういうのありなんだ。じゃあさっきの14の部屋で待ってた方が、どっか行ける可能性あるよな。この部屋はどこ行くの?この部屋は、まあ、111か。111か101に行く。まあ、こっちのさっきの14に行きたいよ、俺は。いやー、さっきのおもろ。もう一回やりたい。これな。ここに行きたいのよ。俺はここにいる。で、出すぎて死ぬことがあったんで、さっきのチョンパで。それさえなければ、ここで待ってれば、次の移動のチャンスで、もしかして、14、14、10みたいな部屋に行ってくれると、ちょっと嬉しいのよ。端っこだから。待つんですか。あ、あ。ちょっと揺れた。小揺れ。この部屋、なんかトラップとか見分けられへんのか。それはないか。
ここセーフ。これ多分通路側には、部屋に入ると多分死の判定が入るから、体を部屋には入れずに、だけどこの通路をまたがないように、みたいな位置にいたいんだよな。まあ、ここで待つか。待つっきゃないか。さっきみたいなの次いつ起きるのかわかんない。キューブ2はね、これはね、面白くないんだよな、僕にとっては。なんかその、トラップ回避する方法が何もないじゃないですか。出会ったら負けみたいな。ちょっと不条理すぎるやな。隣の部屋かな、多分隣接する部屋が移動し始めたんだろう。ちょっとこのゲームのダウンロードページの説明書でも見ようかなと思って。出口ないんだって。終わろうか。キューブは完全にランダムで、現在のバージョンには出口がありません。実装するための論理的な方法を今考えています。そうかー。そうかー。そうかそうか。そうかそうかー。ショック。ショック。ショック。ないんだ。出られないんだ。キューブからは。キューブでした。お疲れ様でした。そっかそっか。ゲームジョルトの方でなんかあれなのかな、フィードバック。僕、イッチの方でダウンロードしたんだけど、そっちでフィードバックを受けてるのかもしれないね。という感じで、キューブの替え、ゴールができたら、もう一回やろうと思います。お疲れ様でした。